マイクです皆さんこんこにちは今回もごご視聴ありがとうございます今回はですね新型ジムニー軽自動車のタイプですね新型ジムニーの試乗を行ってきましたでそれの中でですねあのちょっとマイクが感じたことをまた長々と喋らせていただきます えーとですね、このグレードはですね、一番いいグレードだということであの LED のヘッドライトがおごられておりますで、アルミホイールも標準装備ということであの最上級グレードのオートマチックタイプのモデルになります、まあ、市街地の,あの運転ですので本,本領発揮とまではいかないんですけども まあ、あのタウンユースで乗られる方もかなり多いと思いますので、あの何かの参考になればと思います。景、ま、気、あ、類はですね、先代の,のジムニーとです、ね、ちょっと打って変わってです、ねまあ、クラシカルなあのデザインを、まあ,あの当てがったということを聞いております。 で特にあの変わったところは、ね、大きく変わったところはですねあの2肉と4駆の切り替えのスイッチがですね先代はスイッチだったらしいんですけども新型になってそのもっと前の,あのモデルの,のシ,フトシ,フトレシフトレバー式に変更に。 なったということですこれが一番大きなあの,あのトピックだということをおっしゃっておりました。えー、それでですねあの走り出してみたんですけども本当ですねあの剛性感がやっぱりあのかなり向上してるということでねラダーフレームということをですねまあトラックだとか まあ昔で言うとですね、レンジローバーですとかね、ディスカバリーとか、そういうモデルの、本当にこのジープ的なですね、あの強固なあのレアあのボディボディの車シ種シということになります。視界はですね、あの角張ってるということもありまして、かなりあの四隅のですね、あの 感覚が取りやすい感じにはあの見受けられました。これはですねあの初代レンジローバーですねあのその、まあ、見切りのしやすさというものをねやっぱりあの考慮してあ,のああいうデザインになってたんですけども今回のジムニーも先がと尖ってるということでですねあの見切りが しやすくなってあのよりアクロでですねあの役に立つようなあのボディデザインになってるそんな感じがしましたで内装はですね打って変わってですねやっぱりクラシカルなん中でもですね先進装備があの搭載されておりまして自動ブレーキシステムですとかね あのオートクルーズですとか、そういったものも、あとオート、オートエアコンももちろんですけども、オートのヘッドライ,ドライトですね、そういったものもあの当然のことながら、今風の,あの装備となっておりますで。乗り心地はですね、やはりあのこれといってその乗用車ライクなものでは全くなくて、やはりあのあのオフロードの車、 にありがちなあの乗り心地ですねこれはあのジムニーのもう歴代のその,あの乗り心地っていうような感じであのターボ車ですけどもそ,そんなあのドッカンターボっていう感じではないような気がしますねトルク重視型のターボであの かなり扱いやすい設定になってたと思います。であの2肉と4駆の切り替えもですね、スイッチであれば、あの,あの街乗り4駆のような形で走行中に切り替えができるんですけども、あのシフトレバーということで、まあ、できればその止まった状態で4駆に入れて。 トマト状態で肉に戻すっていうのがまあこういうあの使い方なんですよっていうことをあのセールスの方がおっしゃってたので加えてまあそういうこともちょっと付け加えさせておきますでナビゲーションもですね完全なオプションなのでまあ大きな画面も選べると思うんですけども 社外品もですねあの結構大画面式の,あのナビも出てますんでねそっちの社外品やなんかの方があのなんかいろいろ選べて選択肢があっていいのかなっていうことをねちょっとあの思った次第でございますで納期なんですけどもやはりあのラインは増産体制に入ったというものの やもともと多くの,あの車体を生産する能力がやっぱりあの、まあ、他社に、ね、比べまして、ねあのまあ、そんなに多く作れないということでもう思ったほどあの納期が早まることはないということを,とことをおっしゃっておりましたで価格はですねもういきなりですね184万円ですかねで 税抜きですから、もう軽く200万円は超えるような設定でなります。まあ、予算的なことを考えますと、一番最上級グレードでなしに、本当のジムーの良さを、あの、ま、の良さをも体験したいということであればあの、一番ローグレードですね、一番安いグレードを買われて、 後から自分ご自身でカスタマイズされるっていうのも面白いあの車の,あの選択の仕方なのかなっていうふうに思います。基本性能自体は 3, 3車ともそんなに変わることはないということでえ、まあ、タウンユースだけということであれば最上級グレードでしたらまあ今の今風の,あの軽自動車とあの遜色ない装備であの。 扱いますしいやオフロードをガンガン攻めたいんだっていうそういうような意気込みのある方ですねそういう方マニアックな方はですねもうぜひあのローグレードを買っていただいてもうバリバリにあのチューニングして、えー、あの楽しんだ、ね、楽しむようなそういうカーライフをあの過ごしていただけるような感じの,、ね、あのイメージであの買われるといいと思います。 市場もですねやっぱりあの本当はちょっとぬか,あのぬかるみですとかねあのいろんな何て言うんですかあのちょっと草むらですとかねなんかこうちょっと悪路をですね走ってみたかったんですけどなかなかそういうわけにはいかなくてえー、あの町乗りってことでってことなのでもう至って普通に至って普通に。 あのスムーズにですねあの運転することができるのでもうあの形だけでね選ば,選ばれてねそのかわいいデザインっていうかかっこいいデザインっていうかなってますかあの今回のデザインは女性の方からもねかなりあの評価が高いデザインになっているそうなので女性オーナーの方もあのかなりいらっしゃるということで。ね あのま、ちそうすると、ですねち乗りをメインに使われるはずですので、えーあのまあ、こういうあのちょっと,と,あのと特化したですね、オフロード走行に特化したようなあのジムにでも、ですねあの女性の方が多いということですので、えー、そういうことをあのおっしゃっておりました。 はい、であの車内に入ってくる音なんですけどももちろん振動ももちろんありますけどもあのその何かこう風を切って走っているようなそんなようなあの騒音ではなくですねあの、まあ、それ相応の,あのタイヤの幅もありますし。 であと、サスペンションの方もあも乗用車とはちょっと違う仕組みになっていると思いますので、まあ、そういう形では突き上げ感がこうゴツ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 っとこうあるような、まあ終,日ね、あ終始ですね舗装さ,された道路においてもです、ね、かなりこう突き上げ感を持ったようなあのイメージだったと記憶しております。 またあのこのジムニーじゃなくてですね、あの日産のデイズとかもあのあの試乗してまいりましたので、そちらの方の動画も上げさせていただいておりますので、もしよろしければ、合わせてあの見ていただければ嬉しいと思います。でこれでですね、多分あの試乗が一応。 市場から帰っていきたいな感じですね外観も素晴らしいですね。もう本当にあのクラシカルの,、ね、あのデザインなんですけども、もう中身は最,最新の、ね、装備がついているというとですね。LED ランプですとかあの、本当にいいですね。このデザインはね、あのねたまらないデザインですね。やっぱりこういう車もですね、やっぱりあると。 カーライフが楽しくなりますよねもうタイヤサイズはこういうなのでやっぱりタイヤの、まあ、そういうランニングコスト的なことを考えますとタイヤも高価なものになりますのでまあですかねあのちょっとまあ予算に余裕がないとなかなかあの維持ができないかななんて思ったりしましたでこれでですねあの 車中泊がでできるかですね、まあ、私の,あの車選びの,あの肝となるのはですね車中泊を何としてでもしたいという、えー、車でその中で、ね、寝泊まりしたいというそういうあの願望がもう常にありますので,でグレードによってはあの あの保,護保護的なパネ保護パネルですかね、あのあの床のですね、えー、そういうのがあったりなかったりということで、これはあの上級グレードですので、あの保護パネルがちゃんとついてるということなんでしたけど、えー、すみませんね、映像が乱れました、えー。このような感じですね、平らになりますね。えー なののでですねあの前の席をやっぱりあの倒して前に出せばまあ、そこそこのあのスペースが得られますのであの平らになるっていうのはやっぱり有利ですよね。あの特にこうコンパネを引いたりそういうものすごい厚いマットを引かなくてもですね一応あの就寝スペースが取れるということで。えー ヘッドレストを、ね、外さないとあの平らにはならないそうなので外すということで、ね、え横開きの伝統的なあのジムニーのスタイルですよねそんなわけですねあの今回はこの辺りで失礼いたしますご視聴ありがとうございました it.